ラオさんとべっちゃんはいつも腹減り。はい、ということで第2回目にやってまいりましたね。わーい。よろしくお願いします。そうです、あの火曜日のお昼がやってまいりました。ラーさんとべっちゃんはいつも腹減り、今日は第2回目の放送でございますが、はい、どうでしたか？1回目の放送何か反響ございましたか？ありましたね。おーおー、終わった。はい、どんな反響でした？声が似てるって声が似てるって言われました。意外とラーさんべっちゃん声が似ていたので、はい、今日はあの予想外でしたけどね。でも確かに音で聞いてると、まあ、こう近しい音だなっていうのがあったので、今日はあの無理やり声を差別化してますね。はい。もうそっちのキャラでいきましょう。もうこっちの声でちょっといきますよ。テンションが3割増してる。もうね、これ貼ってないと出ないんですよ。そう、今日ももう目の前に早速ね、今日のあれが実食がありますんで、うまそう。まあ、ちょっとまだ流行る思いはありますが、まあ最近ちょっと雨が多くてね。そうですね、うんうん、まだまだ雨が降ったりやんだり、うん、強くなったり弱くなったりしているような状況なので、うん、皆さん命を守る行動を、そうだそうだ、うん、お願いします。そうだ、命守らないと美味しいものも食べれないから、うん、そうですね。もう身を守るだけではもう身を守って、そうだ、あれなので、そうですそうです、早めの行動をお願いします。ちょっとごめん、ラーさんのテンションにちょっとまだ、ついていけてない。なんで爆笑してんの？ごめん、ほんとごめん。どうしたの？なれる、頑張ってなれる。結構ね、僕のところにはですね、まあ、聞いていただいた方から、やっぱあの二人誰なんだっていう問い合わせが多く謎の二人でした。多くございましてですね、まあ、皆さんの中で、はい、想像の中でちょっと美化させて、そう美化してもらって、そうなんですけど、これちょっとまだしばらく謎ですから、はい、はい、まあ、お問い合わせいただく分には全く構わないんですけどね。はい、はい、そうなんですよ。で、今ね、この番組のメールアドレスがやっとできましてですね。ありがとうございます。はい、先週ちょっとお伝えしてたのとちょっとメールアドレス変わっちゃったんで、はい、いつも腹減り555ということになりましたので、いつも腹減りがもうすでにメールアドレス取られていて、あ、いる。誰だ。誰かいる。そんな。そう、なんかね、後ろにいろいろつけたりね、ドットつけたりしたんだけど、結構使われていてですね。ちょっと逆になんか知り合いになりたい。ね、いつも腹減りさんいるんですよ、Gmail の中には。だからいるんですね。送ってみたらいいね。送ってみたら届くんでしょうからね。そうだ、本当だ。誰なんですかっていうのに送ってみる。いや、でも怖いからやめとこう。いつも腹減り555だから、いつだから、 ITSUMOHARAHERI、 いつも腹減りですね。はい、5555が3つ、@gmail.com。 はい、5は数字ですね。そうです、はい、555っていうやつ。かかりゃもういけいけいけでやりきますっていう。私たちのテンションにぴったりなね。そうだね。そうなんです。このテンションで、このテンションガンガンガンつって、もうこんな雨が降っててもこのテンションで。そうだよ、切っていきましょう。もう吹き飛ばしますから、はい、今日は吹き飛ばしましょう。先週はキャプテンの、はい、はい、パスタナポリタン美味しかった。ホットサンドですね、うん、美味しかった。そう、至福の時間を ね過ごしましたけど、過ごさせていただきました。いや、今日はまたさらにすごいんで、じゃあ早速実食のコーナーに行きますので、はい、ちょっと一旦展開しますね。はい、いつも腹減り。今週の腹減りということで、今週は、まあ、先週は喫茶キャプテンでしたが、はい、ね、こうパスタね、ナポリタンをお腹いっぱい、ホットサンドお腹いっぱい食べたとこですが、はい、じゃあ今週はどんなテーマでいきますか？はい、まあ、先週がちょっとご飯だったので、はい、今週はデザートということで、はい、ちょっと予告させていただいてました通り、今週は五郎丸にあります、うんうんうん、三月堂さんをご紹介したいと思います。もうそこ来ちゃいますか？はい、もう急に有名どころから攻めていきたいと思います。いや、もう三月堂さんといえば、もうこれは
まあ知らない人はほとんどいないと思います、中川市とか周辺の方はね。はい、もう有名なのは、うん、プリン風カスタード大福と、うん、ブルーベリージャム入りのレアチーズ大福ですね。もう異次元ですよね。大福って言ったら普通はまあ基本はあんじゃないですか。いちご大福とか。そうそう、まあ、そこにいちごとか、あんこが、まあ、もともとはあんじゃないですか。そこからいちごとかなんかフルーツ系がやっぱりもう、まあ、10年ぐらい前くらいから出だしたんですけど、何ですか、さらに今何て言いました。プリン風カスタード大福とプリンじゃないです、プリン風です、うん、そこポイントですね、はい、カスタード大福とレアチーズ大福ですね。うわ、これはでも異次元ですけども、うん、よくこれを大福にしようと思ったなとですよね思いましたけど、和と洋のコラボレーションや本当に、まあ、いいですね、いいですね、笑いこらえてます、べっちゃんの笑いが止まるまでちょっと私がつなぎますけれども、はい、お店のじゃあちょっと情報紹介を改めてお願いします。はい、まあ、五郎丸にある三月堂さんなんですけれども、ほうほうほう、中川にはですね平成16年からあるんですが、うんうん、実は今から言うともう15、16年前になりますよね。もう平成も終わって令和に、うん、なってしまうぐらいですけど、うん、実は三月堂さん創業自体はもう55年も経つ老舗の和菓子屋さんだそうなんですよね。はい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 、平成15年までは実は博多区の比叡に、比叡、うん、はい、空港の方ってこと、空港の手前ぐらいね、はい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 、お店があったそうで、うんうん、まあ、その時やられてたお店のまあ老朽化だったりとかが問題で、ちょっと立ち退きとかを言われてたみたいで、でその時にまあ中川町にっていうところだったみたいなんですけど、もともとはこういう大福ってやられてなくって、実は今もですね、お店に行くと水まんじゅうとかも置かれてるんですけど、あるあるある、当時は本当に和菓子だったみたいなんですけど、まあね、分かる通り中川市の中にある、うん、あのお店の場所、本当、うん、住宅街、うんうんうん、大きな道路に面しているわけでもなく、本当ね、ちょっと分かんないもんね、一本中に入らないとみんな三月堂って名前知ってるけど、うん、どこにあんのって意外とそういう人いるんです、私結構聞かれることあるんですよね、うんうんうん、有名な大福屋さんあるよね、うんうんうん、でもどこにあんのって言われること、すごいひっそり感が、ひっそりある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 で、まあそういうですね、中川って多分その当時はきっとまだそんなに有名でもない、そうね、まだこうね、市街化もこう今からっていう時代ですよ。そうです、そうです、はいはい、でやっていくためにっていうところで生み出されたのがどうもこの大福、うんうん、あ、じゃあこの大福シリーズはもう中川に来てからの作品なんですね。そうなんです、この大福ができてから、うんうん、これだったら住宅街でまだそこまで知られていない中川でもやっていけると思われたそうで、中川への移転を決められた、あ、なるほど、ということです、はい、らしいです。初めて知った、はい、べっちゃん調べ、さすがべっちゃん調べ、さすがですね、じゃあ今いらっしゃるご主人は2代目になられるみたいですね、うん、はい、まあ、さっきも言った水まんじゅうとかもそういう和菓子も置いてあるし、はい、もちろんこの大福も置いてあるし、あと1歳の誕生餅とかもやられてて、うん、大きいやつ、そうですそうですそうです、足で踏んだりする、足で踏んだりするやつ、あれもやられてて、それ頼むとですね、うん、ちゃんとわらじを、そう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 、そうなんだ、つけてくれます。ちょうどこの前友達が頼んで、ふみふみしてましたよ、そして今でも美味しくいただいてるんで、おー、すごい柔らかいんです、誕生餅も、だろうね、そう、ずっと長持ちする柔らかさが、あ、そう、すごいんですよね、まあ、それだけやっぱ地域の人と一緒にこう、ね、こうずっと歩んできたお店っていう感じですよね、うん、という三月堂さんですね、を今週はご紹介したいと思ってるんですが、今私たちの目の前にある大福の種類をちょっとご紹介させていただきたいと思うんですが、ここのお店9時開店なんですよね、あ、はいはいはい、ちなみに営業時間が9時から夜の19時、うんうん、7時まで、7時までね、定休日は月曜日です、はい、で売り切れ次第閉店です。これがだからさ、やっぱりよくあるある、はい、三月堂あるあるとしてもう午前中のうちにね、なくなる品があるっていう、そうなんですよね、午後行くともうほとんどないっていうこともあるの で、はい、皆さんお目当てのものがあるときはこれだけ揃えてるって今日はもう奇跡かもしれない。そうですね、初めて見ました、はい、私9時半に行きましたさすが、もう9時半に行ったんですけど、はい、
すでにもう車が2台あーなるほど止まっていて、うん、これはやばいかもと思って、あ、ちなみにですね、今マスク着用してないと入れないようになってます。まあそれはね、はい、やっぱ慎重に、まあ、お店がそんなに広くないので、うんうんうん、一度に入れるのが2組まで。なるほどなるほど。2組の最大4人まで、はい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 、っていうことで、入り口に張り紙がされてましたので、皆さんお気をつけて、うんうんうん、なるべく最小人数でお買い物に行っていただければと思います。で、9時半にお伺いしてですね、まあ、一通り種類はあったんですが、うんうん、定番のプリン風カスタード大福とブルーベリージャム入りレアチーズ大福、まさに2つですね、はい、あとカフェオレ大福ですねあとちょっと知らなかったんですけど、目に留まって気になったので、山桃大福、これは山桃使った大福を、さすが三月堂さん、初めて見た、すごい。あと白桃ヨーグルト大福を本日は購入してまいりましたすごいね、もう大福の概念を覆してますよ、本当に、はい、あとですね、今日ちょっと買わなかったんですけど、はい、季節限定の大福で、今の時期はですね、うん、マンゴー大福と、そう、あとクリームトマト大福を置かれているみたいですね。クリームトマトだよ、クリームトマト。ちょっと興味はあったんですけどちょっと怖さの方が勝ってしまって、確かにちょっともう想像もつかないよねすいません想像もつかない、注文しきれませんでしたこれはちょっと次2ラウンド目でやりましょう、これはね、2巡目でいいです。まあ、クロート、それはクロート好みで、そっちはもう、まあ、まずはちゃんと基本から押さえないと、ところから。で、あと他にですね、カスタード大福はチョコ味も置いてありました、はい、なるほど、チョコ、はい、少し気になりましたが普通に言うけど、それすらもうちょっと異次元ですからねチョコってあれかな、中にチョコなの、外側のチョコ、中にチョコ、あ、中にチョコなのね、うん、あ、でも、わかんない、このお餅がすごい、もともとすごい薄いお餅で、中のに入ってるあんの色がちょっともう薄く透けて見えてるんですけど、それがチョコの中のチョコが透けて見えてるのか、もともともうお餅もチョコなのかはちょっとはためからは分かりませんでした。なるほど、これもでもどっかでちょっと、2ラウンド目2ラウンド目しないといけないですよ。そうですか、じゃあ例のというか、いきましょうか。ラーさん、コールお願いしていいですか。はい、どうぞ。実食よ、気合が入っております気合入りすぎやろ。実食のコーナーでございますねじゃあどれからいきますか。そら、定番の定番からいきますか。カスタード大福でしょう、はい、ちゃんと今日はですね、中を楽しむために切るものもちゃんと用意していただいて、こっから食べてもらえるんですか。あ、いいですね。食べていい、先食べていい、どうぞさあ、ちゃんとこう お手手を拭きつつね、ちゃんとちょっと粉、お餅の周りに結構粉がついてるんですよね。はいはいはい、なのでお手手が真っ白くなってしまうので、お外で食べるときはお手拭きを、お手拭きをのご用意をお願いします。すごい、ちょっとじゃあしばらくお願いします。持ち上げるね、はい、お願いします、どうぞ。お願いします。ね、持ち上げたときにね、すごい片手じゃ流れる片手じゃ流れるぐらいの柔らかさ、確かにすごい、両手じゃないとこれ無理。アルミホイルごと持ち上げたがいいかもね。あ、そっちの方がいいかもね、うん、もう持っちゃった。どうぞ、いただきます。さあ、行きましたよ、食べておりますよ。歯はいらないだって、歯がいらない、歯がいらない、そういうことか。柔らかすぎて歯はいりません、この大福。もう口に入れた瞬間にもう溶けるって感じ。溶ける。ちょっと名言いただきました。歯がいらない。誰でも食べれるね。やっぱりね、プリン風って書いてあるだけあって、うん、カスタード部分はすっごい滑らかで、うんうんうん、すっごい上品な甘さなんですけど、なるほど、上のね、うん、上のこれなんだろう、カラメル？あ、カラメル、うん、そう、カラメルがね、カラメルもちゃんと入ってんだ。そう、カラメルが出てこなかったってどういうことだ。ごめん、ちょっともうとろける感じに今やられてますから。そう、でもね、うん、このカラメルがね、うん、ちょっとほろ苦くて、うん、ちょっとこう、大人のプリンって感じ。なるほど、あ、
その味、味噌か、甘いだけじゃなくてね。なるほどなるほど。甘さと苦さの、絶妙なハーモニーが大人のプリンって感じ。じゃあ、これもあれだね、飽きずに食べれるってことだね。うん、甘いだけじゃないっていうことだね。要はもうプッチンプリン系ではなくて、ちゃんとした作られたプリン。ケーキ屋さんのプリンみたいな、早っ。言っちゃった。僕、うんふんがね、結構好評なんですよ、皆さん、おいしい。いいね、ちょっと、なんか着信音かなんかにしたいね。いやいや、今のが、プリン風カスタードライフ。いやー、ですね、歯がいらない感じ、いいですね。じゃあ次、べっちゃんは何いきますか。私はブルーベリージャム入りレアチーズ大福。すごいな。やばい、ほんと、片手で持ち上げるの結構大変。ね、危ないよね、これね。やばい、断面が見えるようにと思って、半分に切ったから、ちょっと余計かもしれないですけど、これは、ちゃんとなんて言うんですか、つまむじゃなくって、掴んでください。あ、なるほど。食べるとき、2本指でつまむと多分大変なことになると思うので、ちゃんと掴んで食べてください。なるほど。で、あとプリン風カスタード大福と同じような感じで2層式、多分このレアチーズクリームの上にブルーベリージャムが乗ってる感じなんですけど、ブルーベリージャムの色がすごい綺麗、鮮やか。ちょっとお餅を持ち上げて中のジャムがもっと見えるようにしたいんですけど、お餅がいかんせん柔らかすぎて、持ち上げられない。柔らかいよね、めくれない、そうね、普通大福ってめくれるけど、めくれない、柔らかすぎて危ない。で、あんまりずっと持ってたら本当大変なことになるので、いただきます。いただきましょう。お願いします。人に早いとか言っときながら一口でいくじゃん。もう噛んでないもんね。噛んでないです。噛んでないよね、今のね。上顎で押しつぶせる柔らかさ。いいね、歯がいらない、そして上顎で押しつぶす感じ。絶対喉に詰まらないお餅。そう、な、確かに。なるほどね、お年寄りでも安心。お年寄りでも大丈夫。このまま間違ってごっくんしてしまっても絶対喉に詰まんないだろうなっていうぐらいの柔らかさだけど、お餅もなんか全然甘く少なくて、なるほどなるほど。ブルーベリー、このレアチーズ大福は、ほんとさっぱりいただけます。レアチーズクリームもさっぱりしてるけど、ブルーベリージャムもすごくさっぱりしてるので、これも何個でもいけちゃう。ちなみにこの周りのお餅って、ほうほうほう、お餅だと思います？牛皮だと思います？あー、でも、いや、もやっぱお餅のイメージ、大福はお餅のイメージですけど、でもなんかもうそもそもお餅じゃないぐらいのこの柔らかさは、牛皮と言われてもおかしくないというか、なんというか、もう不思議ですよね。不思議ですよ。何が違うんですか。でも実はやっぱりこれ牛皮じゃなくて、ちゃんとお餅なんだ。お餅なんだ。お餅なんだこれ。お餅なんです。どういう風に作ればこんな柔らかくなる。知らなかった、牛皮だと思ってた私。いや、私も実は牛皮だと思ってたんです。こんなに柔らかいし、薄いし、こうもちもちっていうかふわふわ、トロトロ。知らない人に伝えわりやすい伝え方をすると、雪見大福の外側を2分の1にした感じ、でもすごい溶けた状態で食べてるみたいな感じ、はいはいはい、だから牛皮かなと思ってたんですけど、ちゃんとお餅なんです。周りもち米の割合が、なんか今調べると牛皮はね、白玉粉とか米、もち粉に水飴を加えるってやつですね、牛皮はね。だけど、まあだからそうね、どこまで混ぜてるかだけで、やっぱまあお餅ってことは もち粉の割合が高いんでしょうね。もち粉と米粉の配合ってなんだ、配合にすごい工夫されてるみたいで、で作るときに空気を多く含ませて、ね、そこだろうね、やっぱりね、丁寧に作られてるそうで、その日のべっちゃんメモすごいね、はい、私メモ。べっちゃんメモすごいよ。調べ尽くしてる。さすがですね。最近のインターネットって本当便利。さすがですね。本当便利ですね。本当は買った時
にですね、お店の人にちょっと話聞こうかなって思ったんですけど、まあ買いに行ったら私の後ろにもう3組ぐらい並んでて忙しい、話が聞ける雰囲気じゃなかったのでそのね、皆さん店外で待ってたりするからさっき、そうなんです、特にあのちょっと雨、小雨降る中ですね、確かに外で待たれてたので、ちょっと申し訳ないなと思って、あの買ってもそのままそそくさくお店で来たので、ちょっとすいません、インターネットから拝借しました。なるほど、いやいやいや、そうなるよね。あとはね、べっちゃん、はい、山桃食べたい。山桃でしょう、はい、どうぞ。これ山桃って言ったらまさに、まあもうちょっとね、6月の終わりぐらいになりますけど、収穫したばっかりですからね。ねえ、うん、で、これおそらくあの商工会の皆さんが今いろいろ山桃で商品化されてる。そうですね、あの三月堂さんだけじゃなくって、うんうん、あの中川市内のいろんなお店とお菓子屋さん、ケーキ屋さんとかね、はい、山桃使ったお菓子とかいろいろ作ってもらってるので、まあそれの一つかな。山桃大福行きましたよ。やっぱ見た目もちょっとピンクい、うわ、かわいい、かわいらしい、うん、うーん、山桃だけじゃなくて、うん、あのレアチーズ大福の中に入ってるレアチーズも入ってる。あ、なるほど、組み合レアチーズ山桃。そう、レアチーズ山桃。山桃がね、すっごいさっぱりしてる。あの、なんだろう、うん、レアチーズのそのブルーベリーとも違う、うん、ちょっとした酸っぱみと、うん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 、ほんのりした甘みに、うん、レアチーズのさっぱりした甘みが重なって、さっぱり大福よ、うん、めっちゃ美味しそう。なんかもうほんとちょっと隣で見てるだけでお腹空いてくる。次べっちゃんは何行くんですか。私は白桃ヨーグルト大福もうちょっと何なんだよ。白桃は桃の白桃ですね。はい、そうです、うん、とヨーグルト、まあ、白桃とヨーグルトっつったらもう外さないですよね、うん、もう絶対美味しいけど、それが大福、うん、いや、食べたことないけどいただきます。もうあの見た目は真っ白です。白桃だし、ヨーグルトだし、大福だから確かに、全部白、珍しく真っ白。あー、いただきます。見た目だけすると普通の大福に見えなくはないんだけどね。さあ、いった、いった、どうよ、べっちゃん、いったよ、いったよ、めっちゃ笑うとるおいしいどんな感じなの。すごい、あの月並みな表現しかできない自分が恨めしいぐらいそうね、おいしい、うん、すごい、あのやっぱこの夏の時期だから、うんうん、ヨーグルト、やっぱね、レアチーズとは違うさっぱり具合。なるほど、うん、ヨーグルトなので。ヨーグルトはどういう状態で入ってるんですか。もうクリームヨーグルトクリームって、あ、ムース状になってるのかな。ちょっとムースに近いぐらいの柔らかさ。色は白い、白ですね。ちょっとやっぱ白桃が入ってるので少し黄色みがかってる感じではありますけど、うん、白桃は実で入ってるんですか。白桃はですね、うん、ちょっとあの牛皮あ、でもこっちとかちょっとこう白桃の色が、うん、本当だ、実も見えますね、これね、うん、実、うん、身で入ってます。身で入ってんだ。ちょっとあのなんていうの、角切りのもっとちっちゃい感じで、はいはいはい、なんか身の塊を感じます。コロコロっとしてるのね、うん、でも多分ほぼほぼなんかこう多分ジャムの中に身が入ってるのかな、うん、っていうぐらいの柔らかさで、うん、もうこの白桃のちょっと甘酸っぱさがヨーグルトの爽やかな酸味に合う間違いない、間違いない、間違いない、これは美味しい。私も後で食べよう、うん、私も後で山桃も食べよう。いやー、すごい、まあ、どんどん食べててください。もうじゃあちょっと私が少しね、お店のご紹介もう一回しておきますんで、今日のお店はですね、お菓子創作菓子の三月堂さんです。中川市の五郎丸 2-5 にございますね。電話番号は 092-952-6928。お店は月曜日が定休日で、何時からでしたっけ。9時から19時までですが、7時まで売り切れ次第閉店なので、多分7時まで空いてることは、はい、見たことない、そうないんじゃないかな。でちなみに今手元にある資料を見ますとですね、こう季節限定大福っていうのが年がら年中いろいろ入れ替わるんですよね。そうなんです。先ほど言ったように、今の時期はマンゴー大福とクリームトマト大福なんですが、
あの1月初旬、まあね、前半5月まではいちごヨーグルト大福、いやこれもたまんないですね。さらにすごいですよ、5月はカルピスヨーグルト大福っていうのがありますからね。これもちょっとびっくりですね。これ絶対おいしい、子供は絶対好きな味でしょうね。カルピスヨーグルト大福ですよ、うん、さらにこの8月終わって9月に入るとはちみつレモン入りヨーグルト大福、絶対おいしい、絶対おいしいじゃん、ね、そしてどうしよう、普通にこのラジオ関係なくもう普通に食べに行こうもちろん皆さんぜひ行ってほしいです、うん、その10月11月秋口にはですね、和栗のモンブラン大福ですよ。素敵、モンブランですからねこれね、本当にちょっと想像がつかないけど、つかないね、全然でも山状にはならないはずですよ、柔らかいから、うん、ね、モンブランではないような気がします最後にそして冬はね、これ女神のほっぺって書いてますが、リンゴヨーグルト大福が冬、まあこれ全部だから季節、全部すべて季節ですよ。すごいですね、春のいちご、ね、初夏のマンゴー、うん、まあ、トマトも夏ですし、うん、そして栗、秋口の栗に最後冬はリンゴ、うん、こう四季を通してね季節の味が味わえる、楽しめるのはいいですね。いやーすごい、これはね、もう町を代表するお菓子ですね。和菓子屋さんですよね、本当中川に来てくれてよかった、ね、本当にありがとう。もちろんお土産買ってね行きたいところですが、やっぱこの出来たてとね、この柔らかい状態で食べていただきたいので、そうなんですよね、できるだけやっぱここに来ていただいて食べていただいた方がいいかな。だいたいですね、まあ、翌日が消費期限に、うん、ですよね、なってますので、うん、そう長持ちはしませんので、はい、お買い上げなられましたら、ね、早めのお召し上がりをお願いします、はい、5602-5でございますので、はい、ぜひ。じゃあそれぞれご感想を述べて今日の辞職を終えましょうか幸せ、今日名言出てますからねあの歯がいらない、そして上顎で潰せるだって咀嚼音が聞こえないもん今日は。確かに今日咀嚼してない、無音ですよ今日のね収録は、無音ですよでもあのちょっとアルミホイルとかのこのガサガサしてる音が唯一入ってます。あとちょっとなんかこうすすった時のシューって音じゃあ今日の三月堂さんの、結論は、中川市民にとって大福は飲み物だ。以上です、ありがとうございましたいつも腹減り。いやー今週も盛り上がりましたね、べっちゃん、らーさん、はい、本当今週もあっという間の30分でした美味しかった、美味しかったです。でまだまだねこう食べきれないぐらい残ってますんで、これから我々で楽しみさせていただきますよ皆さん、責任持っていいでしょ食べさせていただきます、羨ましいだろこの野郎、はい、いいでしょ。ということで来週の少し予告を、はい、べっちゃんお願いして、はい、よろしいですか。来週はですね、はい、パンに行きたいと思います。パンはこれ中川市は結構有名なパン屋さんとか、はい、ね、新しいパン屋さんも増えてますからね。気づいたら中川市すごいパン屋さんが、うん、この間ね数えたけど十何軒あるもんね。すごい、まあ、大きなとことかも含めて、そうそう、すごいんですよ。なんだろう、なんでなんだろう、やっぱ水、まあ水もあるね、水ですかね。それってやっぱまあ若い世代もいっぱいいらっしゃるから、確かにやっぱり女性にも人気だし、そうですね、ほんとパン屋さん増えましたよね。ここ数年で一気に増えてますが、その中でも来週ご案内しようと思っているのは、昔からありますハイジのパン屋。ハイジ、はい、皆さんご存知ですかね。多分地元の人だったら一度は食べたことあるんじゃないかな、ハイジのパン。これ意外とね、今私が言ったように、そう、最近中川のパン事情ってすごく充実してるんですけど、はい、やっぱこう注目は結構ここね最近オープンしたお店とか、そうですね、やっぱそのちょっとハード系だったりとかね、ちょっとおしゃれなパン屋さん、ここでハイジ行きますか。行きます。昔ながらのハイジのパン大好き、ね、はい、多分これはもしかしたらこう最近住まわれた方はご存じない方もいらっしゃるかもしれない。そうですね、そんなにそのメディアに載ったりするのお店でもないです、ね、ないですもんね、ほんとちっちゃい、ほんとに町のパン屋さん
っていう感じのパン屋さんで、ラーさん的にはもうほんと子供の頃から食べてた感じ。食べてました、うん、生クリームにフルーツを挟んだサンドイッチがね、すっごい甘くて美味しいんですよ。あれあれ、うん、美味しいよ ね、でんでちゃんもこれやっぱりもう本当に、いや、うん、私は実はですね、うん、今の家に引っ越してきたのが小6の時なんですけど、お小学校6年生ぐらいの 時、はい、の時に引っ越してきて、はいはいはい、それで、うん、ハイジのパンの近くが近くなったので、うんうんうん、それで初めて知ったんですよね。それまでちょっと同じあの 町内というか中川ではあったんですけど、うんうんうん、ちょっと遠いとこ住んでたんで、うん、その時は知らなくて、で初めて知って、うん、私は上に海苔が乗ってるツナパンが好きです。うわあ、海苔が乗ってるの？海苔が乗ってるんですよ。海苔は面白い。ね、乗ってないよね普通ツナパンに海苔は ね。ツナパンが大好き。ちょっと買ってきたパンをさらにトースターでちょっとカリッと焼くと、もう美味しい。これ収録時間も超お昼前なんですよ。めっちゃお腹減ってきた。はあ。まあこうでもこのハイジ取り上げるのは僕はいいと思いますよ。はい、なかなか僕はまだこう中川のメディアでは聞いたことないです。そうですね、バンバン売り出してこ、うん、それ大丈夫かな、いいんじゃない、おじちゃんおばちゃんめっちゃ忙しくなるあのね、僕ね、僕も家近くなんだけど、あのハイジってこう看板、はい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 、字が可愛いよね。そう、可愛い、昔のながらのすごい丸っこい可愛い文字ですね。ちょっと今で言うとレトロデザイン、レトロな感じ、うん、でもなんでハイジって名前になったんだろうね、うん、そう、ちょっとこう おじちゃんに聞いてこようよ。じゃ あ聞けるかな、ちょっと聞けそうだったら聞いてみる、うん、そうね、結構だから創業も長いと思いますよ、あそこは。長いですよね。確かに、私だって子供の頃、うん、多分5歳とかから食べてる人思う。これはハイジちょっと楽しみでしょうがないです、これ。ちょっとまたどんなパン買ってくるかは、うん、次回のお楽しみということで。いやー、じゃあ今日は本当2回目の放送盛り上がりましたね。はい、3回目はまたさらにハイジさんというところ行きますか。いや、素晴らしい。ということで今日はラーさんとベッちゃん、いつもハラヘリ、3回目は三月堂さんでお送りしました。そして来週はハイジでございます。じゃあ行きましょうか。今週も頑張りました、はい、せーの、ごちそうさまでした。